白龍は、海上自衛隊の潜水艦、総流型潜水艦の3番艦。艦名は白龍に由来する。白龍は、中期防衛力整備計画に基づく平成18年度計画2900トン型潜水艦8118号艦として、2007年2月6日に、三菱重工業神戸造船所で寄港され、2009年10月16日に、 銅像戦所にて挙行された命名、浸水式において、防衛大臣、北沢利美により、白竜と命名され浸水した。偽装を施した後、2011年3月14日に、収益し、第1潜水隊軍第5潜水隊に編入され、呉に配備された。2011年7月31日に放送された民放テレビ番組において、 総流型潜水艦としては初めて艦内が公開された。2013年1月15日、真珠湾での米国派遣訓練のためクレを出港した。5月9日にクレに寄港した。2015年2月6日、米国派遣訓練のため横須賀を出港し、2月26日に真珠湾に入港。その後、グアムに寄港した後、5月9日にクレに寄港した。 2016年3月15日から5月28日にかけてシドニー近海で実施されたオーストラリアとの共同訓練に護衛艦、朝雪、海霧と共に参加した。オーストラリア海軍及び空軍、教習揚陸艦、アディレード、フリゲート、バララと補給艦、サクセスと共に共同訓練を実施した。2018年1月16日から4月14日に、 かけて、米国派遣訓練に参加し、ハワイ諸島方面において、洋上訓練及び施設利用訓練を実施する。現在も、第五潜水隊に所属し、提携校は5である。ありがとうございます。